村田さんお願いします。はーい。皆さん、まちともって知っていますか？まちともとは町内会の仲間のこと。何かあるとすぐに気づいてくれる、駆けつけてくれる、そんな頼りになる町内会の友達を札幌市ではまちともと呼んでいます。この番組はまちとも初心者日向姫さんが町内会活動を体験し、その魅力をシリーズで紹介する番組です。まちともやってみよう。今回は第1回目。朝早くの活動になったみたい。はてさて、どんなことになるのやら。今は朝5時でございます。ちょっとまだですね、眠いんですけれども、この通りもう明るいですね、はい、では姫さん、本日やってほしいことが書かれたミッションボードをどうぞ。じゃん。50周年を体感しよう。50周年。何が50周年なんですかね。ちょっとまだ分かりませんが、本日もミッション頑張っていきたいと思います。まちともやってみよう。姫さんがやってきたのはとある公園。ここで頑張っていただきますよ。ちょっとですね、この上りが気になりますね。ラジオ体操でしょうか。いや、ラジオ体操なんだとしたらちょっと楽しみになってきました。おはようございます。おはようございます。堺東連合町内会女性副部長高橋直美です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本日のまちともナビゲーターは高橋直美さん。町内会女性副部長を務めるまちともの先輩です。早速ですが、今からラジオ体操の準備です。日向さん、手伝ってください。やっぱりラジオ体操なんですね。わかりました、お願いします。今回姫さんが訪れたのは日の丸公園。札幌村の三大農場の一つ、日の丸農場があったところにある歴史ある公園です。住宅街近くにあるから散策に最適ですね。おはようございます。よろしくお願いします。姫さん、皆さんと挨拶。多くの方が朝早くから頑張ってくれているんですね。日向さん、お願いします。はい。お、最初のお仕事ですね。記念品になるんですね。はい。そうですか、記念品ですか。じゃあお手伝いお願いできますか。はい、わかりました。ありがとうございます。それもちょっと重いのでね。はい、ありがとうございます。はい、前の方に。ここでいいかな。このぐらいですね。はい、これ、これですよ。はい、ありがとうございます、はい、みんなでせっせと運びます。もうあそこに。重たいかな。よいしょ、運びました。お疲れ様。ありがとうございます。大丈夫です、体力だけはあります。ちょっと疑問だったんですけど、はい、ラジオ体操って町内会が関係してるんですか。そうなんですよね。朝のラジオ体操のために皆さんがですね、こうやって協力してくださっているんですよ。へー、町内会の皆様のおかげでラジオ体操ができるんですね。そうなんですよね。で、今日はこうやって記念品を用意させていただいたんですよね。そうなんです。ラジオ体操は町内会の協力で行われているんですね。朝早くから集まっているのは町友の皆さん。姫さん、初めて知りましたね。いっぱいありますね。はい、はい、約300以上ご用意させていただいてます。300。はい。300人も集まる可能性があるということですよね。びっくりです。記念品もまだちょっと中身が見れてないんですけれども、何が入ってるんですかね。何がもらえるんでしょうか。まずタオルですね、おっしゃってた。かわいいですね。中身見たいですけど。あー、ノート、かわいいです。おにぎりの、あのお弁当用のなんか入れるやつだね。欲しい、私欲しいです。これは嬉しいですね。これは渡すのも楽しみです。
じゃあ行きますか。はい、行きましょう。姫さん、続いては上りを立てます。できるかな？まず下を絞ります。はい、なるほど。上りって私まだつけたことが人生でないんですけれども、はい、次は嬉しいでしょうか。終わりですか？終わりです。終わりでした。いや、結構人が集まってきましたね。すごい人数になりそうですけれども。おや、どうやら気になる方がいるようですね。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。今日 の、はい、あのラジオ体操の指導士の中山様と金平さんです。はい、よろしくお願いいたします。日向です。お願いします。ラジオ体操の一級指導士っていうのは、はい、本当にもうわずかしかいらっしゃらない貴重なお二人を今日はお呼びさせていただきました。すごいです。こんな一級指導士さん。はい、そうなんです。初めて耳にしました。本日はよろしくお願いします。では日向さん、今日ですね、はい、皆さんにチラシを配らさせていただくんですよね。はい、お願いいたします。わかりました。次はチラシ配り。意外と難しいんですよ。結構緊張するんですよね。受け取ってもらえなかった時の胸さんがちょっと今すでに緊張になってます。おはようございます。どうぞよかったらもらっていってください。おはようございます。おはようございます。元気ですか？おはようございます。よろしくお願いします。今日はラジオ体操に来てくれたんでしょうか。こちらのチラシ渡しちゃいます。よろしくお願いします。もらった？これもらってたんだ。結構あった紙がもうあと3枚、残り3枚ということで配り歩きましたけれども、でも結構楽しいですね。皆さんと会話することがやっぱり朝のリフレッシュの時間になるというか、皆さんの笑顔を見るのが楽しいですね。引き続き頑張ります。はい、頑張りましょう。4人兄弟ですか？はい。すごいです。みんな年齢は近いんですか？はい、双子と年子と。あ、双子ちゃん、はい、と年子、はい、いいですね。私も2人姉妹だったのでこんなたくさんの、ね、兄弟いると楽しいよね、きっとね。かわいい。みんな毎日、はいはい、夏休みは来てますので、しっかりと偉いね、はい、今日も頑張りましょう。はい、お願いします。お願いします。町ともやってみよう。今ですね、ラジオ体操5分前です。ということで見てください、こんなにもたくさんの人が集まっています。5分前なのでね、まだ集まる可能性は存分にありますけれども、手伸ばすぐらい間隔広げて立ちましょう。皆さん集まってきてくれた方の間隔を空ける姫さん、これも町友の大切なお仕事です。お、音楽が鳴り始めましたよ。はい、それにしても大勢の皆さんですね。そしてとっても元気です。全く私ラジオ体操覚えてないんですけど。それじゃあダメですよ。本日はご参加いただきまして誠にありがとうございます。いよいよラジオ体操開始です。1、2、3、4、5、6、1、1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 、3、4
前起こしてすぐ倒します。1、2、3。さすが指導士さん、パワフルです。足を戻して両足跳び。3、4、5、1、2、3、4、5、6、7、8。一緒に記念品配布までしたたないてよろしいですか？わかりました。姫さん、記念品配布に挑戦です。スタンプもらったかな、大丈夫かな。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、使ってね。ありがとうございます。やったね、お疲れ様です。お疲れ様です。空です。あるのだろうか。ありがとうございます。いっぱいありますか？まだありますか？あ、よかった。ありがとうございます。じゃあね、まちともやってみよう。お疲れ様です。こんにちは。こんにちは。今日は楽しかったですか？うん、楽しかったです。楽しかった。いつも参加してるのかな？あ、毎日毎日来れてるわけではないけど、来れる時は来ています。えらいね。毎日参加してますか？はい、だいたい毎日。すごいね。寝坊しちゃったりとかする時もある。そうなんだね。実はですね、ラジオ体操って町内会っていうものが支えてやってるって知ってましたか？あ、まだ知ってませんでした。本当、知ってましたか？なんとなく誰かがやってるなっていうのは分かってそうだよね。今日は楽しかったね。よかったです。楽しかったです。はい、じゃあ皆さんカメラに向かって手を振りましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。本田さん、お疲れ様でした。たくさんの人が集まってましたね。いや、今日はね、はい、ちょっと50年目に当たるんで、いつもより多い人が集まっております。今年からまちづくりセンターっていうのはそこにあるんですけども、はい、そこが連合町内会が運営するようになったんですよ。まちづくりセンターっていうのは本来市の行政の一部分ですけど、それを町内会が運営すると、はい、いうことになったんで、はい、ある程度ですね、はい、自由にですね、そういうことができるようになったと。なるほど。これが50周年をやるきっかけですね。なるほど、ありがとうございます。なるほど、だから50周年を体感しようだったんですね。姫さん、お疲れ様でした。はい、楽しかったです。準備は本当に大変でしょうけど、とっても楽しい経験をさせていただきました。まちともの皆さんがいて行えることだということが本当に分かりました。すごいですね、本当にまちともって。とっても勉強になりました。皆さん、私もまちともになりました。あなたもやってみよう。次回もまちとも頑張ります。まちとも。姫さん、楽しそうでしたね。ラジオ体操はまちとも町内会の支えがあって行われている。大事なことを学びました。実はこれはほんの一部。まちともはもっともっといろんなところで活躍しています。暮らしやすい町と感じるのは町ともに守られているからかもしれませんよ。家族の次に身近な絆、それが町とも。あなたも町ともやってみませんか？町ともやってみよう。町ともやってみよう。ここからは町ともナビの使い方を紹介するコーナーです。知らなくてはいけないのが、自分の町内会がどこかということですよね。それを簡単に調べられるのが町ともナビ。まずは「まちとも」で検索。トップに表示された「まちともナビ」をクリック。まちともホームページになったら下へスクロール。ここが「まちともナビ」。入力は簡単。まずお住まいの区を選択、住所を入力、そして検索をクリック。すると該当する町内会が表示されます。町内会への加入を希望される場合は、加入希望フォームをクリック。情報を入力して送信してください。後日、町内会などから皆様に直接連絡が行きます。それであなたもまちともです。